ディアに出る以上、女性芸能人にとって化粧は命ということで、なかなかすっぴんは見せたがりません。美しい芸能人の中にはもはや詐欺レベルとも言えるほどすっぴんがやばい芸能人がいます。今回はメイクとすっぴんがもはや別人な芸能人を紹介します。2005年素人時代に大食い番組で活躍し注目を集め、その翌年に大食いタレントとして芸能界デビューを果たしたギャル曽根さん。その後は派手なギャル姿と細身の体で美味しそうに大食いするギャップで人気を高め、大食い界のクイーンのような存在になっています。2児のママとなった現在でも有吉ゼミなどの人気番組で底知れない胃袋の力を惜しみなく発揮し、さらに大食いダイエットのレシピ本も出版するなど活躍中です。そんな大食いタレントの草分け的存在として現在も活躍中のギャル曽根さんですが、その可愛らしいルックスからは想像できないすっぴん時の素顔が衝撃的だと話題です。その素顔は俳優の温水洋一さんにそっくりだという噂でしたが、ここまで来るとメイクというより顔というキャンバスに全く別の顔を描いているという表現が当てはまります。ちなみに旦那様からも素顔は0点と言われたことがあるそうです。驚きですね。歌手のゆかさんは歌詞ゆかこと世界進出も果たしているテクノポップユニットパフュームのメンバーの一員で、トレードマークとなっているロングの髪型や美しい容姿とダンスの実力で男女問わず多くの人から支持されています。安室奈美恵さんを輩出した沖縄アクターズスクールの姉妹校である広島アクターズアカデミーに小学5年から兄と一緒に通ってダンスや歌のレッスンを受け、芸能界を目指していました。2000年にパフュームを結成して広島のローカルアイドルとして活動を始めます。長い間目が出なかったものの、 NHK の CM ソングポリリズムが大ヒットを記録、オリコンウィークリーチャート7位を記録しています。2008年の紅白歌合戦にも出場しブレイクしています。そんな歌詞ゆかさんですが、すっぴん画像を見ると普段とだいぶ雰囲気が違いますね。すっぴんも言うほどブサイクではありませんが、やっぱりバッチリメイクの歌詞ゆかさんが可愛いですね。モデルに女優、歌手としてマルチに活躍している剛力彩芽さんは、トレードマークのショートカットと切れ長の目元が魅力的ですよね。以前は前澤友作さんとの熱愛で何かと話題になりました。少女時代にモデルをしていた頃はもっと目が小さくてかなり地味な雰囲気でしたが、今はパッチリ二重に整形しています。2008年2月からファッション雑誌セブンティーンの専属モデルをしていましたが、その時のすっぴんと思われる画像がこちら。普段は清楚系でナチュラルメイクな印象ですが、すっぴんが別人級でかなり地味な印象ですね。ギャル雑誌のカリスマモデルからぶっちゃけキャラタレントとして人気を博した小森純さん。しかし2012年のフェニオク騒動以降、芸能界から干される形になってしまいました。その5年後の2017年に芸能界復帰を果たしていますが、アクセサリーブランドビジェル、ネイルサロン F ネイルをオープンし、社長業の傍らネイルの資格も取得するなど、今はこちらのビジネスが大成功のようです。そんな小森純さんですが、すっぴんは自分でもネタにしているほどですが、はっきり言って悲惨です。小森純さんのメイクは整形メイクと言われるほど、もはや元の顔が分かりません。もしよかったら高評価やチャンネル登録お願いします。